MLB、ドジャース11月4日ロッキーズ、日本時間28日、デンバー。ドジャースの大谷翔平投手は27日、日本時間28日、54号スリーランを含む4安打4打点の活躍を見せた。前日26日、同27日、の同カードでは23年ぶり史上19人目の400塁打を達成したが、米データ会社、コーディファイ・ベースボールによると、8試合のスパンで48塁打、8盗塁はメジャー史上初だという。実際の映像、大谷翔平の54号に敵地実況は絶句生まれた13秒の沈黙ダブルコート。大谷は6回無四1三塁で迎えた第4打席。右腕モリーナの高めに浮いたチェンジアップを逃がさずに4試合ぶりの54号スリーラン。打球速度 103.4 マイル、約 166.4 キロ、飛距離436フィート、約 132.9 メートル、角度34度。打った瞬間にわかる豪快アーチだった。9月は今季3度目の2桁10本塁打となった。2回1四1二塁で右前摘自打を放つと、1四1三塁から二盗に成功。2001年イチローと並んでいた日本人シーズン最多57盗塁に更新した。19日、同20日、の敵地、マーリンズ戦では6打数6安打3本塁打10打点2盗塁の離れ技で史上初の50から50を達成。以降34打数24安打で打率、706と絶好調だ。同社は、翔平大谷は直近8試合で48塁打。8盗塁を記録している。MLB の歴史の中でこれを達成した人は他に誰もいない、と投稿。ファンは、伝説的、やだ怖い、と驚いていた。